17世紀の写本、AM738-42 に描かれたヘイニル。ヘイニルは、北欧神話に登場するアース神族の一人である。その名前は、万人、いてを意味する。スノーリストルルソンが書いた、ユングリング家の佐賀によれば、アース神族と万神族の間の急戦に、調印するにあたって、人質として、万神族の国へ送られた。彼は、見栄えは、とても良かったという。 彼には賢い男、ミーミルが同行した。万神族はヘイニルを自分たちの王に据えた。しかし、ヘイニルは優柔不断で何か決めるときはいつもミーミルに頼った。何か相談されてもミーミルがいなければどっちつかずな返答をブツブツと言うだけだった。これに不満を感じた万神族はミーミルの方の首をはねてしまう。ミーミルの首はアースガルズへ送り返されたが、 ヘーニルも一緒に戻されたかは、はっきりしない。コエッタの巫女の予言において、最初の人間アスクとエムブラを想像した際には、ヘーニルとローズルはオーディンに力を貸した。しかしこの人間創造のエピソードについては、スノーリのエッタ第一部、ギュルビタブラ歌詞では、オーディンの兄弟が、ヘーニルとローズルの代わりに登場している。スノーリは、巫女の予言の内容を知っていたはずだが、ヘーニルとは、 ビリーのもう一つの名前であった可能性がある。また、巫女の予言によれば、ヘーニルは、ラグナロクを生き残る数少ない神の一人とされている。ヘーニルは、スノーリのエッタ第二部、死後法での若さの女神、イズンが誘拐される、エピソード、および、コエッタの、レギンの歌にも、脇役として登場している。また、死後法の冒頭にも、エーギルの開いた主演に集まった、 アース神族の一人として登場する。北欧のロマンゲルマン神話においては、ヘイニルの別名が、ベートされている。木星の衛星の一つであるカリストの表面にある、ホーニアクレーターの名は、彼の名前から取られている。ありがとうございます。